教室。あ、目が覚めた。おはよう、赤松さん。え？あは。僕の名前は苗木誠。 超高校級の幸運なんだ。え？うん。へえ。あは。うん。え？あれ？
ねえ。 いいっすか。やっぱ参ったっすよ。 参ったっすよ。俺の名前は天海乱太郎っす。今のところどんな超高校級の才能があるのか思い出せないんすけど、怪しいやつじゃないんでよろしくっす。 ありがとう。
ごめん。紳士だから。うん。あ。名前は極原ゴンタで、超高校級の昆虫博士なんだ。ゴンタは紳士になりたいんだ。本当の紳士を目指しているんだよ。やっぱり。ごめん。ううん。まさか。え？じゃあ。え？どうして？ああもう。よかったよ。俺の名前は日向はじめだ。先輩ってことでいいのかわからないけど、よろしくな。ああ。そうだな。私の名前は白金つむぎ。超高校級のコスプレイヤーだよ。へえ、そうだよね。うん、そっか。私は超高校級のメイド、東條キルミよ。困ったことがあったらいつでも言ってね。へえ。あは。え？いいえ。
昔の話だ。超高校級のテニス選手と呼ばれた星龍馬はもうどこにもいねえ。俺はその慣れの果てだ。中一です。一応超高校級の探偵ってことになってるけど。え？いや、うん、そうそう、メス豚。ねえ、マジかよ。黄金の脳細胞と歴史的な美貌を誇るあの美人すぎる天才、超高校級の発明家入間美優様だぞ。なんだ。僕の名は新宮寺コレキオ、超高校級の民族学者と呼ばれているよ。おや、そっか、民族学は、そうだな、そうだよ。美しいよ。え？僕は
人間っていいよね。おーい、やめてください。やめてください。何ですか？そこまでです。ねえ、やめてください。僕の名前はキーボ、超高校級のロボットなんですよ。俺は大間小吉だよ。超高校級の総統なんだ。ところでさ、失礼な、にしし、笑えませんよ。だよね。バカにしないでください。あの、ええですか、どうですか。ねえ、ちょっと、にしし、おお、これは嘘つきだからね。本当だよ。もう、にしし、そうだ、いや、にしし、本当だよ。もう、まったく。よく、怒った？できません。なんだ、俺は宇宙に轟く桃田カイトだ。泣く子も憧れる超高校級の宇宙飛行士だぜ。そっか。でもよ。そうだ。もう。おう。はい、そうなんです。茶柱千子は超高校級の合気道家なんです。
春川真希、超高校級の保育士。そう、うん、え？やあ、赤松楓さん。送ってもらうことになったわけですが、ちょっと待って、いきなり出てきて意味がわかんないよ。話はまだ終わってないよ。
ご静粛に、ご静粛に。ただし、どうしても学園から出たい人のために卒業という特別ルールが存在します。ではこの特別ルールについて説明していきましょう。お前らには学園内での秩序を守った共同生活が義務付けられたわけですが、もしその秩序を破った者が現れた場合、その人物だけは学園から出ていくことになるのです。それが卒業のルールなのです。どういうこと？秩序を破るって？ぽぽぽ、それはね、人が人を殺すことだよ。殺す？応殺、視殺、撲殺、斬殺、小殺、圧殺、考殺、斬殺、毒殺、受殺、殺し方は問いません。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるよう、せいぜい努力してください。ふざけないで。人を殺すなんてそんなことするわけないから。ぷぷ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 、あのね、本作の主人公である赤松さん、もう始まってるんだよ。もうあれあれ、ああやっほー、迷わず行けよ。行けばわかるさ。ポポ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 、ねえ、もう